ようございます。今日はですね、9月の16日水曜日、ここは北海道函館駅です。今日は青春18切符を使ってこれから札幌まで向かうんですけれども、今回はね、函館本線をずっと乗っていきます。函館から札幌まで特急電車に乗るのがね、まあ、今できたと思いますけれども、特急がですね、長万部から先は東屋とか室蘭の方をね通っていくんですけれども、今回はせっかく18切符で普通列車しか乗れないので、まあ、それならということでですね、長万部から先はニセコとか通りまして、小樽の方から札幌へ向かうことにしています。まあ、待ち時間含めてですね、だいたい10時間ぐらいの予定なんですけれども、まあ、10時間ずっと乗りっぱではなくてですね、やっぱり途中でもできるだけ楽しみながらですね、向かっていきたいかと思っております。ちょっと天気は今日は悪いですけれどもね、雨が降ってないだけまだマシでしょう。まず乗りますのはこちら8時18分発長万部行きです。ようこそ函館ってね、いっぱいあるんですよ。まあ今から僕は函館去るわけですが、この大きく曲がったホームが特徴です。1両編成でした。でもね、結構ねお客さん乗ってたんですよ。大体は同じように鉄道旅しているような感じの方でしたけど、途中で乗ってくる方とか途中で降りられる方っていうのは地元の方っぽい人が多かったですね。奥には北海道新幹線も見えていますが、新函館北斗駅に到着です。ここで降りられる方も割といました。そして新函館北斗の先はですね、札幌まで延伸工事中の北海道新幹線、ここに行っているわけですね。こちらは道南の景勝地、大沼、小沼、ここから駒ヶ岳が見えるんですね。この区間は結構景色が綺麗でしたね。この前の席は優先席になっていまして、ここには誰も座っていませんでしたが、それでも全員座れています。ということでしばらく乗りまして、こちらは森駅。森といえば駅前にね、イカ飯を売っているお店があります。ということで僕もイカ飯購入しました。ここではね、普通列車が特急に抜かれる関係で20分ぐらい停車するんですね。その間に買ってそして食べるということをやりました。イカ飯はね、めちゃめちゃ美味しかったですよ。この日はちょっと天気が悪くてね、海も結構荒れがちではあるんですが、そんな海を見ながら反対側にはこんな自然、そして途中からは霧が濃くなってきまして、北海道の自然環境すごいなというふうに思います。そしてまたしばらく乗りまして到着しました。この駅は長万部。この列車の終点ですね、長万部駅に到着です。ここからまた乗り換えまで時間がありますんで、お昼ご飯になります。駅からすぐのところにカニ飯売っているお店がございますので、こんな座席に座りながらですね、カニ飯をいただくことになります。カニ飯もね、結構美味しかったですね。タケノコかな、何か入ってたんですけれども、それとの相性もいい感じ、食感も楽しめました。そしてここからは最初にも言ったように室蘭本線ではなくて函館本線を進んでいきますが、長万部から先の函館本線は1日に4本しかないんですね。これを逃してしまうともう終わりです。ということで普通倶知安行きに乗ります。こっから先もね、鉄道大好きな感じの人たちが結構いましたね。というかほとんどそんな人じゃないかな、用事があって乗るっていう人はほとんどいなかったように思います。この向こう側に見えている線路は室蘭本線で、この先は東屋とかね、登別とかそっちの方を通っていくんですけれども、今回はいわゆる山線と呼ばれる方ですね。函
館本線になります。こっからぐるっと山の方へ入っていきます。ということで室蘭本線とはお別れです。あちらがね、海沿いを走っていくのに対してこっちはこんな感じで、結構山ん中ですよ。こちら有名なニセコ駅、スキーですよね、スキーで有名です。そしてどんどん山を分け入りまして、今見えているのは羊蹄山。駒ヶ岳もね、結構綺麗な山だったんですけれども、羊蹄山も相当すごかったですね。天気が晴れていればもっと綺麗に見えたかもしれませんが、それでもね、この大きさ、スケール感、綺麗に見ることができて良かったです。と言ってる間に倶知安駅に到着しました。こっからもまたね、乗り換えになります。ちなみに今ここ工事していますが、先ほども言ったように北海道新幹線の線路ができるんですね。くっちゃんも通ります。この先もまだまだ山区間どんどん進んでいきまして、ちょっと平地に降りてたかな。結構平らなところに来たなと思ったら、ここは余市駅です。ウイスキーで有名な余市。めちゃくちゃお客さん乗ってきて、多分観光客ですね。そして終点小樽に到着です。なので全然その間は撮影できませんでしたけれども、奥には石原裕次郎さんも立っています。小樽からね、札幌方面までは接続はあるんですけれども、せっかく小樽に来たら観光しないとということでですね、やってまいりましたのは小樽運河でございます。小樽運河はね、めちゃくちゃ観光客がいました。こんな感じで船も運航されていまして、クルーズを楽しむこともできるようです。小樽運河自体はね、あんまりスケールが大きいものではないんですが、でも行ってみる価値はあると思いますよ。そして駅に戻る途中には廃線になった線路もありました。ということで小樽駅まで戻ってまいりまして、だいたい1時間ぐらいかな、観光できました。ここから先また最後ですね、札幌方面快速エアポートに乗ります。手前の方はね、結構お客さんいっぱいいたんですけれども、ホームの端の方まで歩きますとこんな感じでガラガラです。ということで小樽駅を出発。この先もね、結構お客さん多かったのであんまり撮影はできませんでしたが、海のギリギリのところを走ってね、結構綺麗でした。ということでちょっと切り替わりは早かったですが、結構な大都会までやってきまして、もうすぐ札幌駅到着です。ということで北海道一番の都市札幌、札幌駅前はこんな感じです。あんまり開放感があるとは感じませんでしたが、まあ京都みたいな感じかな。そしてホテルに向かう道中でちょっと観光していきます。こちらは有名な札幌時計台。ちょっと時間が遅かったんで中には入れなかったんですが、いい感じにライトアップされていて、それはそれで良かったですね。ここも観光客であふれ返っていました。日本人の方もいましたけど、やっぱり外国人の方が多かったかな。そして時計台からちょっと歩きますとテレビ塔がありまして、この日はなんか夏祭りをやってたのかな。いろいろ出店があったり、お客さんもいっぱいいました。そしてこの先はちょっと疲れましたんで、タクシーでホテルに向かいまして、本日のお宿オモスリー札幌すすきの、やっぱり北海道来たんですからね、食べとかないとということでジンギスカン食べに行きました。初めてのジンギスカンだったんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったです。そしてその後はすすきのにも行ってみまして、札幌観光も満喫した次第でございます。ということでこの動画はこの辺で、ありがとうございました。